ようございます。幸子です。今から駅前のスーパーと銀行に行ってこようと思います。まだ緊急事態宣言は解除されていないので、さっと行ってさっと帰ってこようと思います。スーパーでは日常品を買ってくるので、後でちょっと紹介しますね。この韓国春雨を使ってチャプチェを作っていきます。でチャプチェはいろんな材料を入れるレシピがあると思うんですけれども、うちにあるものを使ってやってみたいと思います。まずニンニク、それから黒きくらげ、玉ねぎ、人参と、それからこのこれなんだっけ、パプリカ、もやしをちょっと入れたいと思います。じゃあこれは一旦水につけておきます。戻す分量を割と多めにしてしまいます。たくさん食べたいからね。水っていうかお湯なんですけど、これにつけてる間に野菜の下ごしらえをしちゃいます。お湯につけると早く戻るので、今熱湯を入れました。これでしばらく置いときます。沸いてきたので、これで春雨を茹でます。これで5分ほど茹でていきます。
今味見したら少し薄かったので、もうちょっと醤油麹入れたいと思います。このままかな。最後にごま油で香りをつけます。今からこの材料を使ってミートソースを作っていきます。では早速いきます。あとちょっと。このミートソースの作り方はずっと前から変わってなくって、まあ、ちょっと時々ね、人参刻んだりとかおろしたりとか、まあ、それちょっと変わったり、あとは、きのこ入れてみたりとかもあるんですけど、基本は変わってないです。今はね、こうやって大豆ミートのミンチタイプ使うんですけど、その前はちょっとひき肉を使っていました。だから、ビーガンとかベジタリアンの料理って難しいイメージがあるかもしれないんですけれども、私にとっては材料をちょっとね変えるだけっていうところ、ただ例えばお肉から大豆ミートに変えるとか、お豆腐に変えるとかね、そういう風にやって意外と作れて、それが結構美味しいなと思ってます。玉ねぎがいい感じになったので人参を入れます。これも入れます。これローリエ、ナツメグ、黒コショウ、ちょっとだけシナモンも入れます。分かるほどじゃないんだけど、入れるとちょっと味が複雑になって美味しいです。ちょっとだけお醤油を入れると味が締まります。これくらいかな。できた。ご飯、ご飯だってドリアを作ろうと思います。でドリアのね中のご飯はバターライスにしたいと思います。なので温かいご飯とココナッツオイルのバターの香りのを使います。
このベリーチーズを乗せます。